ガスエレクトリック方式とは、船舶や艦艇、鉄道車両及び自動車における推進力伝達方式の一つ。ガソリンエンジンで発電機を駆動し、その発生電力で電動機を回して推進する方式を指す。英語では、ペトロール、エレクトリックトランスミッションと呼ばれ、アメリカでは、ガソリンエレクトリックもしくは、ガス、エレクトリックトランスミッションと呼ばれる。日本では、 アメリカ式のガスエレクトリックもしくはガソリンエレクトリックの故障が一般的である。発電用の内燃機関がディーゼルエンジンの場合はディーゼルエレクトリック方式と呼ぶ。ガソリンエンジンで発電機を回して発電させ、発生した電力を制御して希望する回転数で電動機を回転させて推進力を得る。 空気の供給を断たれた状態での稼働を前提とした潜水艦以外では通常バッテリーなどの推進用エネルギーを蓄える装置を持たずエンジンを停止した状態での運転ができない点がシリーズハイブリッド方式との相違となる。半導体素子を用いたパワーエレクトロニクスが発展していなかった時代では可変速電動機としては直流電動機しか使えなかったため エンジンで直流発電機を回すワード、レオナード方式の一種が一般的であった。バスやトラックといった自動車や、戦車といった大型車両、鉄道車両、黎明機の潜水艦などの動力として用いられたが、ディーゼルエンジンが実用化されて、技術的に成熟していくと、大型低速で作動させるレシプロエンジンとしては、効率の点でディーゼルエンジンが勝ること。 大馬力化した際の信頼性、燃費や燃料の安全性といった点から発電用の内燃機関にディーゼルエンジンを用いたディーゼルエレクトリック方式にとって変わられていきガスエレクトリック方式は衰退していった。軍用車両用としてフランス及びドイツの開発したものに用いられていたものが著名である。2016年に日産ノート E12 に E パワーとして ガソリンエンジンを発電のみに使用、バッテリー及びエンジンからの発電電力でモーターで駆動する自動車を発売したが、ガスエレクトリック方式ではバッテリーは基本的に使われないためシリーズハイブリッドと呼ばれる。ありがとうございます。